皆さんこんばんは。早くも2021年のドラフトについて考えすぎて夜も眠れなくなってしまっているチャンネル運営者です。本日はですね、4月の7日オリックスニュースということで VS ロッテマリーンズ2回戦の模様をご紹介していきたいと思います。敗れたもののですね、今日地味にポジれたところであったりとか試合の詳細も踏まえてですねご紹介していきたいと思っておりますので、どうぞお付き合いください。それではどうぞ。本日ですね、4月の7日試合がありましたけれども、早速振り返っていきましょう。結果の方はですね、2対9で敗れてしまいました。今日はですね、是が非でも勝ちたかった試合でしたけれども、残念ながら負けてしまいましたよね。個人的にはちょっと竹安投手が、一軍にこう生き残れるかどうかっていうのがちょっと心配になってきた印象を受けました。スタメンはこの通りです。昨日ね予想をしたんですけれども、前回の予想よりかはちょっとね当たりが増えてきたのかなと思ったんですけれども、中川選手の5番がね結構意外でした。あとはね、まあ予想通りというか、大城選手がショートに入って、くればやし選手がサードに入ったのっていうのもちょっと意外だったんですけど、あとはT がこうね、スタメンに出てきたりとかは、なんとなく予想はできたところだったかなっていう印象です。はい、主な活躍 MVP というところで挙げさせていただくと、まず投手の方はですね、増井投手ですね、5回2失点でしたけれども、6番手、ローテの6番手というところを考えると、十分役割は果たしてくれた印象かなというふうに思っております。はい、続いてですね、打の方は、何を隠そう、太田選手ですね、今シーズン初ホームランでしたけれども、ちょっと変化球をね、続けて、投げられたこの2球目に、少しちょっと泳がされたんですけれども、意外とね泳いだ打球っていうのはこう飛距離が出るというところ、太田選手ね非常に長打力のあるバッターでしたので、見事ホームランというところで素晴らしかったです。本日の隠れポジ、タイトルにもありますけれども選手じゃないんですよね。今日の隠れポジはなんとですね、投手の管理というところで、投手コーチ、投手運用のところを隠れポジというふうに挙げさせていただきます。これどういうことかというと、今シーズン初めてに近いですよね。結構大差で、敗れてしまいましたよね。2対9と7点差で、負けてしまいましたけれども、大差で、負けたにもかかわらずですね、使った投手というか、実際にボールを投げた投手というのは4人だけなんですね。増井投手、山田投手、鈴木投手、竹安投手と、この4人だけなんですよ。はい、で、大差で負けたにもかかわらず、オリックスがこう投じたピッチャーっていうのが4人っていうのは非常に少なく、試合はね終えることができたので、投手運用、投手管理という面では非常に良かった、合格というかね、うまく運用した試合だったんじゃないかなっていうふうに思いましたので、ここをですね隠れポジというところでご紹介をさせていただきます。はい、いかがですかね。4月7日残念ながら敗れてしまいましたけれども、明日もねロッテ戦、ありますので、なんとかね五分に持っていけるように、しっかりと応援していきたいなというふうに思っております。はい、明日のですねスタメンちょっと予想をさせていただきました。こちらの通りですね、明日は左ピッチャーが先発というところで、1番2番はですね変わらず太田佐野と、3番吉田、4番もやというところですね、は変わらないと。で5番中川で、6番にぜひですねこの伏見選手を DH に使っていくと面白いんじゃないかなっていうふうに個人的には思っております。7番足立、8番トング、9番紅林というところで、終えていくと、結構ね、熱い打線になるんじゃないかなっていうふうに個人的には思っておりますので、注目をしておきます。はい、で明日の注目選手ですね、明日は山本由伸が先発をしますけれども、もしですね投手として出てくるこの漆原投手がもし出番として出てきたら、非常に注目をしていきたいなと思っております。非常にね度胸満点というか、抑えとしてのこのメンタリティというか素晴らしいものを持っていると思うので、山本投手が8回まで投げて9回漆原投手が出てくると、この間はねこの間の試合はちょっとこう球数が多めに投げて完封をねしてくれたので、勝ちパターンがね出てくるんじゃないかなっていう予想をしております。はい、で打者の面でいうと、紅林選手を挙げさせていただきます。
太田選手、頓宮、紅林、この3人っていうのは吉田正尚選手以外のやっぱり貴重な長打枠かなっていうふうに個人的には思っているので、今シーズンねこのままレギュラーというか1軍のこのスタメンでもし出るのであれば太田選手と共に2割5分をちょっと目指してほしいなっていう個人的に思っていますので、長打であったりとかバッティングの方でですね注目をさせていただきます。はい、以上となります。いかがでしょうか。明日もですね4月の8日、オリックス対ロッテ3回戦ですねの模様を、試合後にいい動画として上げさせていただければと思っておりますので、ぜひともその時にはまた振り返りをさせてください。はい、明日もねしっかりと勝って、なんとかこのカード5分に持っていって5割復帰へという風にね進んでいっていただきたいなという風に思っておりますので、皆さんしっかりと応援をしていきましょう。最近ですねちょっと視聴回数とか登録者数がちょっとだけ増えてきてるので、個人的にめちゃくちゃ嬉しくテンション爆上がりで動画の方撮影させていただいておりますので、この調子でですね、全オリックスファンにこの動画登録チャンネルを登録していただけるように、毎週ですね精一杯頑張っていきたいと思っておりますので、どうか、登録の方よろしくお願いいたします。それではですね次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。